まず鮭の頭を煮ます。水を足しながら小さく崩れるまで煮ます。鮭の頭が細かく煮崩れたら、節分の時に余った大豆を入れて柔らかくなるまで煮ます。この量は 60g です。剥いた大根を鬼おろしでおろします。皮を剥いた人参も鬼おろしでおろします。それを大鍋に入れます。その大鍋に鮭の頭と大豆とを煮たものを加えます。そしてこれを火にかけます。水は必要ありません。大根と人参が煮えたら、酒粕を少しずつ入れていきます。酒粕を入れると焦げやすくなるので、火加減は弱火にします。